といいか。あんたどうせ暇なんだろ。私に付き合わないか。いきなり暇人扱いってのもな。他ならぬラビニアのお誘いとあらば喜んでお供しましょう。助かったよ。荷物持ちが欲しかったところなんだ。こんな時くらいしかあんたは役に立たないからね。そいつはちょいと困ったな。この腕は女性を優しく抱くためにあるわけで、重い荷物を運ぶようにはできていないんだよな。だったら安心しな。あんたに抱かれたいなんて思うやつはいないから。一度抱かれてみることをお勧めしたいところだが、それよりどこへ行くんだ。まあいろいろとね。見て回るだけってのも楽しいもんだろ。その都度気に入ったものがあれば買えばいいし、店に行く前から買うものを決めておくなんて損だと思わない？相手が商品なら俺も同意見。けどさ、人相手にそうはいかないだろ。どうだい、ここに掘り出し物があるんだけどさ。宝石か。品揃えは悪くないし、見てみるかな。あんたは財布の中身でも気にしてな。ラビニアちゃんもお年頃なのね。この掘り出し物には目もくれず宝石を選ぶなんて。しかもいつの間にか代金が俺持ちになってるし。綺麗。この宝石の淡く澄んだ緑、まるで新緑の森を見ているみたい。いらっしゃ。あんた、その肌の色はダークエルフか。え？そういや聞いたことがある。族長の娘がダークエルフだって話だったな。まさかと思ったが本当だったんだな。大方里を追い出されたんだろう。出なけりゃこんなところにいるはずないからな。闇に染まり堕落し、最悪をもたらす卑しき者よ。貴様に漆名などない。汚らわしい。とっととここから出ていけ。おいおい、お客様にその口の聞き方はないだろう。それにここを出ていけってのはどうなんだい。貴様、このダークエルフの仲間か。闇に染まりし者め、尻尾を出さぬうちにとっとと立ち去れ。ダークエルフが最悪をもたらすなんてどこにそんな根拠があるんだ。まずは落ち着いて話し合おうぜな。根拠ならいくらでもある。過去どれほどの災いと苦しみがダークエルフによってもたらされたか、エルフの伝承に事細かに残されているのだからな。伝承はいいが、実際に見たのかい。ダークエルフがあんたの言う最悪ってのを起こすところをさ。尊いエルフのありがたいお言葉だ。尊重はするが、昔の話だろ。そいつを今されてもな。我々エルフの時間は無限だ。貴様らにとっては過去のことでも、我々にとっては今のことなのだ。ああ、そっかそっか。あんた俺に焼いてんのか。こんな美人を連れているから、それで羨ましくなってこんな真似したんだろ。いやー、わかるわかるよその気持ち。あんたモテなさそうだもんな。悪かったな、全然気づかなくてさ。ふざけるな。ダークエルフの存在そのものが悪だと決まっている。そのダークエルフに肩入れする貴様も悪だ。この世界から消え去れ、疫病神どもめ。そこら辺にしときなって。いい大人がわめき散らしてかっこ悪いぜ。いい加減にしてくれないと俺も黙ってられないわけさ。女性を足様に言うやつが俺は一番嫌いだってあんた知ってた？そんなこと知るわけに。もういい、もういいんだ。トーマ、行こう。わかった、行こう。じゃあな、エルフの旦那。
かったね。嫌な思いをさせて。まさかこんなところにエルフがいるなんて思わなかったからさ。なんでラビニアが謝るんだ。どんなことがあったってラビニアと一緒なら嫌な思いなんてしないっての。私なんでこんな風に生まれてきちゃったのかな。あんな言葉気にするなって。あのエルフも本当見る目がないよな。そいつがラビニアの魅力を一層引き立たせているってことに気づかないなんてさ。見た目も中身も全部ひっくるめて俺は好きだぜ、ラビニアのこと。トーマ、なんだよ、らしくないな。いつもだったら即突っ込んでくるところなのにさ。宝石のことだったらくよくよするなって。あんなもの俺がいくらでも買ってやるっての。その言葉冗談でも嬉しいよ。けど宝石は大切な人に買ってあげて。だからラビニアにあげたいんだろ。俺にとって大切な人だから。バカ言うなって。あんたみたいに誰にでも好きだ愛してるなんていうやつの言葉信じられるわけないだろ。お、調子が戻ってきたな。普段の怒った顔も魅力的だけど、俺にとっての宝石はラビニアの笑顔なんだぜ。だからそうやってヘラヘラしてさ、信用なんてできるわけ ないだろ。それに私ダークエルフだし、一緒にいたらまたあんたに迷惑かけるしさ。で、私何言ってるんだ。あんたと一緒にだなんて。あーもううるさい。バカトーマ、私のことは放っておいてよ。いや本当、トンマってのはもう勘弁してくれって。信用ないのは認めるけどさ、俺だってたまには本気になるんだぜ。いつかプレゼントさせてくれないか。で、その時には受け取ってほしい。気が向いたらな。約束してくれないか、受け取ってくれるって。じゃなくて、その時になったら考えてやるよ。じゃ、その時になったら考えてもらいましょうか。